に寒いとは思わなかったぜ。砂漠の島であんなに大口叩いてたのに、クラインが一番寒がってるじゃない。寒いです。シリカはピナがいるからまだいいよ。モフモフしててあったかそう。感情氷山フロスヒルデック、奥に随分高い山があるな。あそこに行くのはなかなか骨が折れそうね。腕が鳴るね。パパ、一度この島の様子を確認しておいた方がいいですよ。ああ、わかった。とりあえず島を一周してみよう。早く行こうよ。What is up, heroes, and welcome back to some more Sword Art Online Lost Songs. So, I have done quite a lot of training just down here. Usna is still fighting, and I've grown about 40 to 50 levels. Oh my god, there is a lot of dudes. Let's take these guys out quickly, because they're pretty easy to kill now. I think Leaf is about 210, Usna is about 215, and I'm about 218, around that. So, I'm still slightly underleveled, but I think I'm meant to be. There's no way for us to come around here level 230 like these guys are. Okay, Asuna's 217, and I'm going to leave these guys alone. We can't actually fly here because we're quite high up already. And let's go explore these four places. The area is not that big either. Quite a small island compared to the rest. So I wonder if it'll be like the sand place where you just have to walk near it. Okay, that's one. Are they actual griffins? Like the name Griffin, because I have a side quest for you. Nope, they're Hippogriff. この島を攻略する鍵になりそうね。だいたい探索は終わったかな。そうね、一通り見て回ったし、一度町に戻ろっか。明日集合だな。ここで解散しよう。みんなお疲れ。さて、俺はもう少し街を見ていくからな。新しい武器が入荷しているかもしれないし。なんだか向こう側が騒がしいな。大丈夫か？私を隠して。は？いいから、私は後ろに隠れるからね。おい、貴様、この辺りで少女を見なかったか？あっち側の方に走ってったけど。そうか。これでよかったのか。今探していたあの男、君はもしかして？かばってくれてありがとう。私の名前はセブン、シャムロックのギルドリーダーよ。やっぱり
俺、君と会いたかったんだ。あら、あなた、私のファンだったの？じゃあ、お礼にサインでもどうかしら？いや、ファンとかじゃなくて、七色博士としての君に話を聞きたかったんだよ。シャムロックに入隊したいとかでもないのよね。ああ、こっちだか。こっちもいなかった。こっちもいな。どこ行ったの？まだ探してる。しつこいわね。君のギルドの奴らってお付きの人みたいなもんだろ。このセブンちゃんにだって一人でのんびりしたい時くらいあるわ。そうなんだ。しかし学者と歌手の掛け持ちなんてよく務まるな。まあね。ただこっちの活動だって考えがあってやってるわけだし、面白がられてることは承知よ。そういえば日本ではこんな様子を神輿に担がれるって言うんだっけ。アイドル様は意外と冷静なんだな。研究ってお金と時間がかかるのよね。今は幸いパトロンがいるからお金の心配はないんだけどね。研究費がいつ打ち切られてもいいように稼げる時に稼げる算段を整えてるだけ。アイドルって弾けるといろいろ儲かるからね。どこに行かれたんだ。しつこいわね。今日はもうログアウトしようかしら。あ、そうだ、名前を教えてよ。キリト、スプリガンのキリトだ。いい名前ね。じゃあまたどこかで会いましょう。そうだな、俺もログアウトするか。またセブン…じゃないや、七色にインタビューやってるな。それでは最後に、日本のセブンファンの皆さん、並びに七色博士に注目する人たちにメッセージをお願いします。歌を歌うセブンも、博士として研究を続ける私も、どちらも真実の私なの。だから、どちらか一方だけじゃなくて、両方私だと思って、日本のみんなも温かい目で見守ってくれると嬉しいな。うん、どちらも本当の自分だから。どっちもね。この間と言ってることが全然違うな。お兄ちゃんがテレビ見ながらニヤニヤ笑ってる。もしかしてセブンちゃんにハマっちゃったんじゃん。Alright then, I need to do some upgrading, buy some stuff, because I now have a lot of money. Kind of want to buy some ice resistant, like, talismans and stuff. Definitely help out for the next island. Hey Seven! What are you doing in that place? See! Don't call me a big voice!セブン、ここにいたのか。ひゅう、スメラギ君に見つかっちゃった。さあ、早くこちらへ。今日はミニライブがあると言っただろう。でも、それってみんなが勝手に決めたことでしょ。私は新エリアの攻略を進めたいの。今はシャムロックがクエスト攻略のトップを走ってるけど、他の有力なギルドが追いついてきてるって聞いてるよ。噂だと今頭角を現している凄腕のプレイヤーが。セブン、今は時間がない。話は後で聞こう。おい、あんた、あんまり無理強いするなよ。なんだ、貴様か。一回のプレイヤー風情が口を挟むな。シャムロックのギルドマスターが歌う歌は共存と平和がテーマなんだろう。なら一回のプレイヤーにも発言させろよ。なんだと。もうやめてよ、スメラギ君。分かったから、もう行くから。君も恐れ知らずだな。スメラギ君にそんな口を聞いたのはあの友人将軍くらいよ。お褒めに預かり光栄だな。さあセブン、行くぞ。君、この間の話誰にも言っちゃダメだからね。なあ、
分かってるさ。じゃあまたね、キリト君。ああ。セブンは大変だな。All right, let's head to the shop then, unless some events are going to happen. Yep. なあみんな、これから新しく解放された島の攻略について。そうね、行きましょう。Oh, just where I was going anyway, so that's pretty good. Minna, it's not there. So, Raja, Kanjo Hyozan, Frosu Hilda, no Koryak Nitsite, Hanashoka. You sure mawat the Mitako.結構高い山がたくさんあったわよね。うん、高度制限があるから行けないエリアが多いね。今行けるダンジョンから攻略していけばいいんじゃない？そうね、攻略を進めていけば高度制限を解除するクエストもあると思うし。それじゃあ天衛門の近くから攻略していこうぜ。あと島の中央に装置がありましたよね。攻略に関係するものだと思うけど、ちゃんと見てみないとわかんないよね。そうだな。それじゃあまずは天衛門から近いダンジョンと島の中央にあった装置について調べてみるか。オッケー。それじゃあ攻略の準備しよっか。バトルに備えて回復アイテムの補充をしておいた方がいいですね。装備の点検もしておかなくちゃね。キリト君はどうする？キリト、ちょっと手伝ってほしいことがあるから残ってくれるか。別にいいけど。じゃあみんな一時解散。また後でね。ところでわざとらしく俺だけ残してどうしたんだ？いや、店の前からお前のことを見ているらしき少女がいてな。は。わあ、工房の中に喫茶店があるなんて珍しいわね。なんだこの子、どっかで見たような。マスター、キリト君って知らない？スプリガンの子なんだけど。え？セブン。あ、やっと見つけた。あなたのことを探してたのよ。探してたって、君一人でこんなところに来て大丈夫なのか？ううん、今日は一人で来たんだ。キリト君に会うためにね。俺にかな。そうか、会いに来てくれて嬉しいよ。俺も君ともっと話したかったんだ。そうなのね。実は私もなの。キリト君、この間の話とか勝手に誰かに広めちゃったりしてない？言ってないよ。そういう約束だろ。約束、そうね。おいキリト、この子はもしかして？ああ、この間街で偶然顔見知りになったんだ。すまんエギル、このことはみんなには。ああ、分かってる。黙っておくよ。よろしくね。それでセブン、早速なんだけど、俺は君の博士としての。ああ、おい、なんだか外が騒がしいぞ。シャムドックの奴らに嗅ぎつけられたんじゃないのか？どうやらそうみたいね。今日のところは退散するわ。また遊びに来るわね、キリト君。ああ、ぜひまた来てくれ。じゃあね、スピダーニャー。あ、お兄ちゃんとエギルさん。リーファー、もう攻略の準備は終わったのか？うん、バッチリだよ。お兄ちゃんの方は？こっちも用は済んだよ。そっか、それじゃあ今からフロスヒルデに行こうよ。そうだな。天衛門近くのダンジョンと島の中央の装置を調べるんだよな。ああ、行ってみよう。
And I'm gonna start the assault when I am done. Looks like we can actually go to the festival again, so I'm gonna let that play, and then I'll see you guys next time. Peace! そういえば、今日はお祭りイベントの日だったな。いろいろな屋台があって面白そうだ。誰か誘ってみようかな。誰を誘おうか。フィリア、ちょっといいか？どうしたの？もし暇なら一緒にお祭りに行かないか？私？そのつもりだけど、誰か誘おうか？今からメッセ飛ばせば来てくれるだろうし。いいよ、二人で。ただまさかキリトが誘ってくれるとは思わなかっただけだよ。そうか？すぐ浴衣に着替えてくるから、ちょっと待っててね。さすがはトレジャーハンター。期間限定アイテムの浴衣も、とうに入手済みか。ほら見て、綿飴とかき氷があるよ。なかなか本格的だな。あ、あれってイカ焼きじゃない？こんなのまであるんだ。フィリア、食べるか？うん、せっかくだし、どのくらい味が再現されてるのか実際に食べてみよう。一つください。300ユルドです。ありがとうございます。ほら、落とさないようにな。ありがとう。それじゃあ、イカ焼きの味がするのか？うん、リアルと同じだよ。足も食べてみようっと。どうしたんだ、フィリア？ああ、イカが噛み切れなかったのか。違う？って、うわっ、このイカ、まだ生きてるじゃないか。俺が取るの？女の子の口の中に指を突っ込んでいいのだろうか。わかった、今取るから。くそ、なんて吸着力なんだ。なかなか取れないぞ。もう少しだからじっとしててくれよ。よし、取れた。ただのイカじゃなくて、イカ型のモンスターだったみたいだな。表面は焦げてるのに、なんて生命力なの？っていうか、なんでお祭りでこんなの売ってるのよ。ほら、串が刺さったまま地上を走って逃げていくぞ。シュールすぎる光景ね。ああ、私のイカ焼き。追いかけるか？いいわよ、もう。それより、まさかキリトにあんな姿を晒す羽目になるとは思わなかったよ。俺もまさか人の口の中に指を突っ込むことになるとは思わなかったよ。でも、ありがとう。助かったわ。なあ、ちゃんと取れてよかったな。このまま取れなかったら、イカを口から垂らしたまま冒険することになるかもしれなかったからな。もう、人がちゃんとお礼言ってるのに。ごめん。まあいいわ、まだ回ってない屋台もたくさんあるし、次行きましょう。早くしないとお祭りが終わっちゃうしね。キリト、早く行こう。なあ。
りイベントの終わりまでまだ時間があるな。誰を誘おうか。ストレア、今時間あるか？キリトだ。どうしたの？デートのお誘いなら大歓迎だよ。いや、お祭りに行こうと思ったからストレアも一緒にどうかと思ってさ。なんだ、やっぱりデートのお誘いじゃない。キリトから誘ってくれるなんてすごく嬉しいな。そうか、喜んでくれたならよかったよ。それじゃあ着替えてくるからちょっと待っててね。さすがストレア、ちゃんと浴衣を用意してるだなんて準備万端だな。わあ、すごい、いっぱい人がいるね。期間限定のイベントだからな。普段は本土側に拠点を置いているプレイヤーたちも集まってきてるみたいだ。ねえねえキリト、お店がたくさんあるよ。見たことないのばっかりだね。あれって何を売ってるの？あれはお好み焼きだな。日本のお祭りでは定番の食べ物だよ。世界観的にはどうかと思うけど、それを言い出したら SAO にもラーメンみたいなものがあったしな。細かいことは気にしない。そうだな、そもそも浴衣があるくらいだし。あ、あれは？あ、そこにあるのも気になるな。ああ、あれは。ねえねえキリト、向こうの方にあるやつは？あっちに見えるのは何だろう。なんだか面白そうだよ。そんなに一度に聞かれても答えられないぞ。とりあえず屋台を一軒ずつ回ろうか。よろしくね。ストレア、両手にそんなに抱えて全部食べるのか？どれも美味しいんだもん。はっきりと、あれは何？また何か見つけたのか？あれはリンゴ飴だな。懐かしいな。昔はお祭りに来るとすぐがよく食べてたっけ。ちゃんと全部食べろよ。はーい、店主さん、リンゴ飴一つちょうだい。はい、300ユルドです。しょうがないな。ほら、ストレア、落とさないように気をつけて持つんだぞ。わーい、ありがとうキリト。いただきます。うん、重くて美味しい。お祭りは美味しいものがいっぱいだね。ああ、そうだな。現実のお祭りをそっくりそのまま移動させたみたいだよ。私はキリトたちがいつも言ってるリアルの情報はよく調べてるんだ。でも実際に見たり感じたりすることはできないから、お祭りに来られてすごく嬉しいんだよ。そっか、やっぱりストレアを誘ってよかった。私もキリトと来られてよかったな。どうしたんだ？おかしいな、全然なくならないよ。ストレア、もしかしてリンゴ飴をずっと舐めてるのか？うん、飴って舐めてると小さくなっていくものだよね。リンゴ飴は名前に飴ってついてるけど、周りを飴でコーティングしてるだけで、中身は生のリンゴなんだ。そうだったんだ、道理でなくならないわけだね。ストレアにとってはここにあるもの全部が未知の体験だもんな。はあ、お腹いっぱいになっちゃった。もう食べられないや。やっぱり何も考えずにあれこれ頼むからだろ。じゃあこのリンゴ飴はキリトにあげるね。ストレアが今まで食べてたやつとか？うん、捨てるのもったいないじゃない。さっきから私ばっかり食べてて、キリトはお腹空いてるでしょ？確かにお腹は空いてるけど。じゃあちょうどいいじゃない。はい。ああ、す
ストレアは悪意がない分断りづらいな。まあ何にせよ喜んでくれてよかった。お祭りイベントの終わりまでまだ時間があるな。疲れたし、また今度でいいか。